型紙を使って作るお花紙の桜です。型紙はコメントの URL からダウンロードします。ダウンロードしたものを A4 のコピー紙に印刷してください。まず周りの白い部分を切ります。次にお花紙を用意します。ここでは桜色と白を6枚重ねにしています。薄いのでこのくらい重ねても大丈夫です。型紙とお花紙をホチキスで留めていきます。次は花を大まかに切り取ります。型紙の線の通りに半分に折ります。こうして切ると薄くて柔らかいお花紙も大変切りやすくなります。花びらは細い部分に糊をつけて2枚ずつ貼り合わせておきます。花の方も型紙の線に沿って半分に折って切っていきます。切れたら開いて折り筋をつけていきます。5つとも折り筋がついたら、今度は真ん中がくぼむように折り目をつけます。次におしべです。黄色のお花紙を細く裂いて、これに水のりをつけて転がすようにして固めていきます。両端は指先に糊をつけて固めてください。それを何本かまとめます。2センチから3センチぐらいに切っていきます。1回切るごとに糊で端をまとめてください。
先ほど切っておいたお花を2枚ずつに分けます。真ん中に水のりをつけて、ここにおしべを挟み込むようにしてのり付けします。花の形を整えておしべを広げれば出来上がりです。残ったお花紙のくずは捨てずに水のりをつけて丸めておきます。これがつぼみの代わりになります。出来上がったお花をどんな風に飾るか工夫してみてください。